検索エンジンでは出てこないものづくりの裏側や服が店頭に並ぶまでのバックストーリーを中心に届ける服の向こう側、今回ご紹介させていただくのはこちら、ミンクファーを使ったダウンベストです。これがすごいんですよね。このミンクのこの手触りとこの何とも言えないこの色目、これがいいですね。ただこういいいいって言ってもなんかミンクファー、まあ毛皮自体そうですね、毛皮ってなんで高いというかどういう感じになってるのかこうよくわからない人も結構多いって聞きます。あの毛皮専門のこう買い取りのところがあったり、毛皮こう、まあ、長年こう親の代から子供の代へこう伝わって着るっていう、まあ、ヨーロッパの方だとそういう文化もあるんですけど、まあ、それもあってこう毛皮ならではの良さっていうのはある。代わりにこうちょっとこう一般の人にはなんかこうグレーな感じというかよくわからないところもあると聞きます。まあ、実際私もちょっとそういうところもありました。あのスーツジャケットのこういった生地はたくさん取り扱ってきたんですけど、ファーっていうとちょっとこうわからないところも多かったので、まあちょっとこの工場の方に、じゃあこのファーってどういうファーを使っているのか、どういうファー、まあ、使う前ですけどね、あのどういうファーがいいのかどうかっていうのをこう選定する際に、聞いてみました。まあ、その中で実はファーの中でも毛皮の中でもいくつかブランドがあります。その中でも特にいいってされているのがサガミンクっていうものがあります。これが、ヨーロッパの方のデンマーク、スウェーデン、ノルウェーですかね、まあ、いくつかの地域の中で、取れた量産な本当にいい毛皮だけを集めてそこをブランド化したものになります。ですね、このサガっていう名前がついてるだけで毛皮、まあ、毛皮本当にこうピンからキリまでたくさんこうランク付けがあっていろんな毛皮が種類があるんですけど、まあ、その中でもサガの紋章、サガのこうネームを付けられた毛皮っていうのは本当にワンランクもツーランクも格が上がると言われています。まあ、実際毛皮専門の買い取り専門店さんとかでもサガっていう名前がついてるだけで、まあ、全然こう、根付けの形が変わるというふうに聞いてます。まあ、その最高級の毛皮の一つ、ブランドの一つであるサガものの中でもさらにこう上位ランクにあたるサガロイヤル、こちらですね、っていうものを使っています。まあ、サガミンクのサガロイヤル、まあ、本当にこう毛がお詳しい方が聞くと、あ、むちゃくちゃいい毛皮を使ってるねと言ってもらえるかなと思います。でそのサガミンクをふんだんに使っている中でもさらにこれが無染色の、ファーを使ってます。まあ実はもともとこの、ミンクファーのダウンをやろうとした時に問い合わせてなかなかこう毛皮のルートとか手配とかいった時にやっぱりこうダークカラーの方が使いやすいということで、まあ、生地屋さん毛皮屋さんの方もダークブラウンとか黒っぽいものとかだと割とこう簡単に手配できるんで最初はそれ できないかと、これなら手配できるからやれるぞっていう話をもらいました。ただマーケットにもやはりちょっとメンズの方とかだと本当に黒とかダークブラウンのミンクファーのダウンベスト実際多く出てます。ただやっぱりこの淡いこのライトベージュ、このトーン、このカラーがやっぱりいいなと思ってたんでちょっと妥協せずにダークブラウンじゃなくてやはりこの淡いベージュ、このトーンの色をなんとか手配できないかとメーカーとのやり取りしてようやくこちらが手配できるようになりました。まあ、この無染色ならではのこのふわっとこういい色合いですね。この色がむちゃくちゃいいですね。これが綺麗ですね。で特にこれは、ミンクの中でもオスのミンクファーを使ってて差し毛が少し長めになっているタイプになります。シェードミンクって言って差し毛をカットしてこうふわふわの柔らかい部分だけを使うというやり方もあるんですけど、どちらかというとそちらインナー中に使うタイプが多くて、まあ、こちらの方に関してはあえて差し毛を少し出している形で、まあ、ちょっとこう強度面とミンクファーならではのこうふわっとした柔らかさ、この膨らみ感ですね、この両方をこうバランスを見てこちらの方を選定していってます。であと特にこのミンクファーを使っているダウンベスト、まあ、いろんな、ラグジュアリーブランドさんだったりとかダウン専業ブランドとかでもなくはないんですけど、ほとんどがこの前のフロントの部分だけのタイプで、後ろ身の部分は普通のこう不白地を使っているものが多いんですけど、こちらに関しては見てください、後ろも全部ミンクファーを使って、さらにこの立ち襟、ここの部分もミンクをふんだんに使っていってます。でこれ内側ね、ここも
リンク使っていってるんで、まあ、今このコーディネートはタートル着せてるんですけど、タートルじゃなくても普通のクルーネックとか着ていただいた時にこう首のところ、ここにこうリンクがふわっと当たるんですよね。これがむちゃくちゃ気持ちいいです。この前身だけでも結構こう貴重な、まあ、なかなかこういいプライスになることも多いんですけど、その後ろ身、立ち襟の部分の、しかも裏側まで、まあ、ここまでふんだんにミンクファーを使って、しかもミンクファーの中でも最高峰と言われているサガミンクのサガロイヤルを使ってここまでしてるんで、まあ、かなりこのダウンベスト、ミンクファーダウンベストが、まあ、貴重なものというかいいものかっていうのを分かっていただけるかなと思います。でさらに中に使っているダウンももちろん最高峰のいいものを使ってます。90% ダウンにフェザー 10% の黄金比率で、フィルパワーが760フィルパワーってこう、まあ、ダウンのこう詰め込み具合、反発力を示す数値なんですけど、まあ、一般的には5600あればダウンユースできる、まあ、800以上までいくと本当にこう、登山とかでも使えるぐらいなんですけど、まあ、そこまではいってないんですけど、ほぼもうそういう、アウトドアでも使えるぐらいのこう優秀なダウンなんですけど、そこまでいくとモコモコ膨らみすぎるんで、少し抑えて760フィルパワーのものを使っていってます。でさらにこういうパーツの部分もこうシープスウェードを使っていったり、まあ、本当にこう高級感のある仕上がりになっていってます。まあ、なかなかあのミンクファーのダウンベスト自体見ることもなかなか少ないんですけど、それをこう、まあ、先ほどから申し上げているこう後ろ身も前身もこちらも使って、中に使っているダウンも最高級のものを使って、こういうパーツ使いも抜かりないですね。このジップもこう以前からお伝えしているちょっとキラッと光るこう研磨しているこう滑りのいいジップを使っているんで、まあこう全方位こう敵なしというか最高のダウンベストに仕上がっているかなと思います。まあ、あと今年ミンクでいうとカシミヤミンクの、ジャケットも使ってて、ちょうど私が着ているこのタイプですね。こちらもカシミヤミンクで、あとこれの同じ素材を使って、カシミヤミンクのこういうショートコートも今期展開しています。まあ、ここまでミンクが、まあ、ファーであったりこうジャケット地コート地でたくさん揃ってるってとこはなかなかないんじゃないかなと思います。まあ、本当にこう夢のある商品、こうワクワクドキドキする商品をたくさん揃えてお待ちしております。